当行は情報システム、AI システム、ゲーム、CG と情報系の業界に特化した専門学校です。超実践教育を掲げ、産学連携事業に力を入れている学校です。産学連携事業を外部の企業とやっていく中で、クラウド環境を使うことがベストなチョイスなんだなっていうふうに感じ、カリキュラムに入れることを決断しました。ラボ環境が充実していて、時間とか料金を気にせずに学習を何回もできる環境はすごく魅力的に感じています。 AWS っていうものを持っているっていうことを求める会社が増えてきているので、働いてからも必要になる知識として取得を進めています。クラウド環境の知識を授けるっていうことは、今後 の情報システム系の学校においてはもう必須だと考えています。カリキュラムに検討して入られることを強くお勧めします。自分たちの知らない裏側では、実は AWS といったクラウドが動いているということが多いと思うんですよ。その技術を知ることができるっていうのはとても楽しいことなのかなとは自分は思っています。いろんなことにも使えると思いますので、ウェブだけじゃなく機械学習でも使っていきたいと考えています。新しい知識を手に入れたり、 SaaS とかそういう部分とかで勉強していけたらなと思っております。東北の宮城県の仙台市にある専門学校で、東北電子専門学校というんですけれども、 AI とか IT、 ネットワーク関係の、IT 中心の学科から音楽関係、放送関係、建築関係といった22の学科を設置している学校となります。クラウドという技術自体が今の世の中でかなり必要不可欠な技術となってきていますので、授業の中に導入しようということは考えていたんですけれども、 AWS アカデミーの方ではその学習環境もセットでコースに取り入れているということで、それが決め手になって導入ということになりました。あとはコースをこう受講した後に、認定試験の方を受験する場合に、受験を想定した認定試験を取るぞという気持ちで学習ができるというところもいいところかなと思ってます。最近ですと、その求人自体もクラウドを使った企業さんが多くなってきているので、就職活動にはかなり役立っていると感じています。一つ AWS の資格を取っていたりすると、 AWS について面接官とお話ができて、時間を有意義に使えると思うので役に立ったと思っています。これから勤めるところが、お客様その1対1でものを作るところなので、その段階でそのお客様に対してこういった選択肢もありますよっていうような形でクラウドっていうものを説明できた方が分かりやすいと思いますし、何よりまず自分が知らないと、全く知らない人に説明ができないので、そういった部分で役立つかなと思ってます。本校は山形県の産業界を支える人材を育成するために開校された職業能力開発校になります。世の中のニーズとして、クラウドの基本的な技術知識、あるいは技術習得が必要だと考えて、 AWS アカデミーを導入いたしました。ハンズオンという実習環境が備わっているということで、実際に手を動かしながら AWS の環境を実際に活用しながら授業を扱えるということは、学生にとっても授業を展開する教員にとってもかなり良い環境だなと考えております。 AWS の認定試験を受ける際に、他の資格試験と比べて比較的安価で、なおかつ有用な資格試験を受けられるということで、就職活動を意識した有効的な技術習得につながるかなと考えております。就職活動とか就職後の実際の業務などでクラウドを使って業務をすることが結構多くなってきていると思うので、将来役に立つかなと思って参加してみました。クラウドを学ぶことで情報技術の考え方が身についたりすると思うので、クラウドの勉強をするか迷ってるっていう人がもしいるんだったら、ぜひ勉強してもらいたいなと思います。学んで損はないと思うし、その就職活動とかでも生きてくるので、気軽にちょっと挑戦してみたらいいんじゃないかなと思います。
二松学舎大学は1877年に創立されまして、本年2022年で145周年を迎える文系の大学となっております。基盤としてのクラウド技術を理解していることによって、就職した後でもそのクラウドを使ってどのようなことができるのか、既存の業務体制をどのように効率化できるのかですとか、そのような創意工夫によってより多くのキャリアパスを開いていってほしいというふうに考えています。 AWS の資格を取ることによって、就職の際またはその他のいろいろなキャリアパスに進む際に、客観的にその自分の能力を証明できるという手段として、 AWS の認定試験は重要なものだと考えています。やはり学生が自由な創意工夫によってスクラップ&ビルドを繰り返しながら、成功したり失敗したりしながら、いろんなものを試せる、いろんな技術を試せる、自分の思いつきを試せるという環境として非常に優れているというふうに考えています。ぜひご活用いただければと思います。より他の就活というよりも一段深い業務理解ができたと考えております。就職活動の上でも、特に IT 業界であれば非常に優位に立てる有効な資格の一つであると感じました。ぜひ資格取得および基本的な知識の習得を目指して頑張ってみてください。東京情報クリエイター工学院専門学校は、学校法人大原学園が IT 分野の教育に力を入れた学校として2019年4月に開校しました。高度システム開発コース、システム開発コース、AI システムデータサイエンスコース、ネットワークセキュリティコースで導入をしております。全教員に対してAWS クラウドプラクティショナーの受験を推奨し、全員が合格をしております。コースの特徴に合わせたカリキュラムが AWS アカデミーには用意されております。クラウドファンデーションズの受講をきっかけに、より深いクラウドスキルを学んでいただきたいなと思っています。自身の、キャリアアップ目標に向かって今後努力できるのではないかなと思っています。クラウドサービスに出会ってから、いろいろと学習をしていく中で、自分の作ったシステムをいろんな人に使っていただけるんじゃないかなと思ったことがきっかけで興味を持ちました。自分の思い通りの環境を構築できた時が一番楽しいですし、その達成感は何にも変えられない学習価値となっています。一緒に私が感じた喜びと同じものを皆さんにも体感してほしいなと思います。産業情報学科の特徴としましては、経済で IT、語学、この3つをですね、複合的に学べるということで、グローバルな人材を育成しようということで設置されました。クラウド技術のですね、やっぱり近年の急速な普及に伴ってですね、単にビジネスだけじゃなくて、世界全体がですね、どんどん変革を要求されていると思います。AWS アカデミー、そちらの方を学習すると、基本的なところから段階を追って、学習していくことができますので、卒業研究とかでそういうようなサービスを使うときにおいても、基本分かって、使っている。そして何も分からないで道具として使っているんじゃなくて、理解した上で使っているという状況になりますので、非常にこの点も、助かっているというか優れている点だと思います。クラウドの技術を使っての、ビジネスのですね、変革とか効率化とかそういうふうなことも行えると思いますので、いわゆる文系ですね、そういう学生方もですね、ぜひ積極的にこのスキルを身につけてもらいたいと思います。これまでシステムを使う側からシステムを学んで理解する側になったことで、よりシステムの中でどういう処理が行われているかなどを知ることができたので、そこが一番嬉しかったし楽しかったことかなと思います。ただシステムを使ってみるのではなくて、中身をしっかり理解しながらシステムを構築したり使用していくというところでは、やはり大きな差があると思います。学んでいくことの大切さというところもあるので、ぜひ学んでいただきたいと思います。